こんにちは。あなたの理想不動産です。本日のルームツアーは、いろいろないのに人気な街、馬込。馬込駅は都営浅草線沿線にあり、五反田、新橋、日本橋といったオフィス街へ乗り換えなしで行けます。また、新宿、渋谷、東京といった山手線沿線の駅に行きたい場合は、五反田で乗り換えればいいので、非常にスムーズ。他にも徒歩圏内に、東急大井町線の荏原町駅や東急池上線の長原駅、JR 西大井駅があり、交通の便ではかなり恵まれた町です。そのため駅周辺に、大きなスーパーや飲食店がなかったり、駅の東側にコンビニがなかったりするのですが、その分治安が良く、家賃相場も周辺駅に比べて安いため、人気があります。資料によると今回は、激狭、どこで寝るの？生活スペースゼロな物件、アゲイン。あれ、この文言、どこかで聞き覚えがあるような。とにかく久しぶりの、激狭であることはわかりました。ここのところ、割と広めの物件中心に回っていたから、都内の激狭物件は、あらかた紹介しきったのかと、思っていたのですが、全然そんなことありませんでしたね。東京は広大だわ。さて、こちらが今回、ルームツアーをさせていただく、馬込駅徒歩3分の、生活スペースゼロな物件。それでは階段を登ってみましょう。ゲートはこのように、オートロックになっています。ゲートをくぐるとこんな感じ。あ、なんか、このドアの配置といい色合いといい、見覚えがあるぞ。もしかして生活スペースが、三角形だった超ミニマム激狭物件と、同じ系列のマンションではないでしょうか。だから今回はアゲインなんですね。だとすれば、今回の激狭も期待できそうですよ。ルームツアーさせていただくのは、こちらのゲートの真向かいのお部屋。隣のお部屋のドアとの間隔が、相変わらずありえない狭さです。果たして中は一体、どんな構造になっているんでしょうか。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ入室。激狭物件では、おなじみの激狭玄関がお出迎え。そしてその先にはいきなり階段。これはなかなか斬新な構造ですなぁ。いや、階段長すぎー。そうか、1階は丸ごと、お隣さんの物件なんですね。だからあれほど、ドアの間隔が狭くても成立していたのか。ちなみに玄関が狭いので、あまり回転する余裕はないのですが、一応玄関をぐるりと見渡すと、こんな感じです。ボックス型のウォールライトがおしゃれ。その上には窓があるのが見えます。なお、シューズボックスはありません。それではこの階段を登っていきますね。結構急な階段ではあるんですが、手すりがあるので安心。くれぐれも調子に乗って、手すりを使わずに上り下りするのは、やめましょう。階段のコーナーには縦長の窓があります。この窓は、上にスライドして開けるタイプの窓で、試しに窓を開けてみるとこんな感じ。やや薄暗く見えるのは、網戸が張ってあるからですね。窓ガラスはすりガラスになっています。ちなみにこの位置から階段を見ると、こんな感じ。先ほど私が手すりの使用を、おすすめした理由が、お分かりいただけたのではないでしょうか。そしてお部屋の全体像がこちらです。ホワイトで囲まれた空間に、ターコイズブルーの壁紙が生えています。お部屋そのもののコンパクトさも相まって、可愛らしい雰囲気が出ていますね。それではここから本格的に、ルームツアーを始めていきましょう。階段を上り切った先にあるのが、洗濯機置き場。激狭物件なのに、ちゃんと防水パンがあるのが、嬉しいですね。ただし、激狭であるがゆえに、防水パンを超えるサイズの、洗濯機は入らないので、サイズ間違いだけはお気をつけあれ。洗濯機置き場の左側には、南西向きの窓があって、その上には、エアコンがあります。ルームツアー中ですが、夏ということもあってかなり暑いので、すでに冷房を入れさせてもらってます。それではキッチンを見ていきましょう。激狭物件でよく見る、シンクと IH コンロが、ゼロ距離で並んだキッチン。シンクの上には、食器置き用の棚が3段あり、
一番下は水切り棚です。一段目の棚板が、二段目の棚板よりも短いので、一番上の棚でも、食器を取りやすいのではないでしょうか。IH コンロの上には換気扇があって、キッチン収納は、二つのエリアに分かれていました。開けるとこんな感じです。キッチン前の通路が狭いため、両方の扉を一遍に開けると、足の置き場がなくなります。扉を開けるときは、片方ずつにした方が良さそうですね。そして、皆さんお待ちかね。こちらがリビングです。嘘でしょ？今、上のロフトを、リビングにすればいいんじゃないの？とこの動画をご覧になった方なら、誰しもが思いましたよね。それではリビングの紹介を一時中断して、ちょっとロフトの方に行ってみましょうか。ロフトの手前には、階段を立てかけるためのポールが、L 字型に設置されており、ポールから階段が脱落しないように、ベルトで繋がれています。そして暖色の光に包まれたロフトがこちら。小さいながら窓もついていますね。クローゼットはありませんし、この天井の高さではワードローブなども入らないでしょうから、衣服は背の低い衣装ケースに収納することをお勧めします。いやいやいや、リビングにするなら、絶対こっちじゃん、そんな声が聞こえてきました。しかし、この物件を設計した方は、このロフトをあくまでも、物置として考えていたらしく、まずコンセントがないんですね。さらに、これは現地にいる、私にしかわからないことなんですが、熱がこもってめちゃくちゃ暑いんです。冷房をつけているにもかかわらず、まるでサウナにいるような暑さ。一応窓はありますが、あの窓を開けるだけで、この暑さを解消できるかどうかは、ちょっと怪しい。コンセントがないので、扇風機などを置くこともできません。この中で寝たら、きっと朝には干物になってます。その点、こちらのスペースは、激狭にもかかわらず、コンセントがなんと2箇所も。しかもよく見ると、階段のそばのコンセントには、テレビコンセントもついています。つまり、このスペースこそが、リビングってことですよね。とはいえ、この狭いスペースに、テレビや冷蔵庫、布団を、どう設置すればいいものやら。一つ考えたのは、冷蔵庫の上にテレビを置く作戦です。そして布団を使わないときは、はしごに持たせかけておきます。どうでしょうか？え？やっぱりロフトをリビングにした方がいい？確かにそういったご意見もあるでしょう。見学にいらした際には、実際にロフトで生活ができそうか、確認してみてください。意外とこの暑さ程度なら、全然ロフトで寝れるという方も、いらっしゃるかもしれません。ただし水分補給は忘れずに。布団のそばにペットボトルを、用意しておくことをお勧めします。なお、階段のそばの壁には、モニター付きインターホン。水回りのドアの隣には、給湯器の操作パネルがそれぞれあります。お湯張りのスイッチがあるということは、この物件、激狭なのに、浴槽があるんでしょうか。だとしたらありがたいですね。それではドアを開けてみましょう。今のドアの開き方、ご覧になりました？このドア、いわゆる、中折れドアになってるんですよ。ドアの開閉スペースを、最小限にするための工夫ですね。その先には手洗い場と、温水洗浄便座付きのトイレが現れました。あれ、トイレ広くね？いっそトイレをリビングにして、暮らしたい自分がいるのですが、人間としての、大事な何かを失う気がするので、ぐっとこらえます。フローリングがホワイトカラー、ナチュラルカラーに変更されていて、少し温かみが感じられますね。細長の窓もあるので換気も可能。壁には住居では珍しい、2連のトイレットペーパーホルダー。おかげでホルダーが棚の代わりにはならないかな。あとはタオルホルダーもあります。では、トイレのお隣にあるバスルームを見てみましょうか。浴槽はなんとなく予想はしてましたが、あのお湯張りスイッチを押したところで意味はなかったんですね。というわけで、こちらがシャワールームです。シャワーフックのそばに3段。足元に1段の棚があるので、シャワー用品を置く場所には、困らずに済みそう。と、ここまで来て、皆さんもお気づきの通り、洗面所がありません。顔を洗ったりする際には、
キッチンをご利用ください。壁にミラーシートを貼ると、いいんじゃないでしょうか。こちらで、今回のルームツアーは終了です。馬込駅徒歩3分の、生活スペースゼロな物件。この部屋に、住んでみてはいかがでしょうか。この部屋の間取りはこちら。以前紹介した生活スペースゼロな物件も、なかなかのゼロぶりでしたが、こちらははしごがある分、より生活スペースが削られていて、ついにゼロを超えましたね。それとも暑さ寒さをぐっとこらえて、ロフトで寝起きをするか。悩ましいところです。皆さんはどっちの方がいいか、ご意見、ぜひコメント欄に、書き込んでください。これからも、生活スペースゼロ嘆き狭物件を、次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない、有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄から、あなたの理想不動産公式 LINE を追加して、お問い合わせください。では、また次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。